Moin aus Hamburg。 おドイツのお得なチケットを利用いたしまして、超特急列車 ICE に乗り、ハンブルクにやってまいりました。僕は現在主に深夜から早朝に仕事をしているんですが、連休が始まる日の朝は仕事が終わったらその足で列車に乗り込んで旅行に出かけるということがあります。今回も仕事が終わった後にすぐミュンヘン中央駅に向かいまして列車に乗り込みました。ノイオイゴチケットの旅だったとしたら、結構列車が混み合っている中の移動となりますし、頻繁に乗り換えをしなければなりませんが、超特急列車で長距離を一気に移動できる分、今回は楽でした。列車内も非常に空いていました。今回はどうしても行きたかった場所がありまして、そちらに向かっております。今回向かっている場所、それはおドイツの北部シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州のフレンスブルクという町です。この町は前回の旅行でデンマークのビルに飛びました際に途中立ち寄りたかった町でした。残念ながら計画が大きく狂ってしまいまして断念してしまったのですが、お得なチケットエガール防品チケットを利用いたしまして、こうしてハンブルクに安く来れる機会がありましたので、再度訪れるチャンスに恵まれたというわけです。今回の旅行で早速アクシデントと言いますか、笑えることがありました。本日鉄道ダイヤが非常に乱れまくっていまして、ハンブルク中央駅の手前あたりでかなり長い時間列車が停車してしまいました。列車が遅れているのは分かっていたんですけれども、なんと悔しいことに僕が乗っていた列車がハンブルク中央駅のホームに入ったと同じタイミングかちょっと早いくらいに僕が乗りたかった列車が出発してしまっていました。はぁーハンブルク中央駅からさらに北へフレンスブルクに向かう列車は1時間に1本しかありません。ほんの数分の遅れのせいで本数の少ない列車に乗れないのって悔しいですまあただ僕はハンブルク中央駅およびその周辺は大好きなので、待ち時間は楽しく過ごしました。約1時間待ちまして、いざフレンスブルクへ。このフレンスブルク行きの列車なのですが、途中駅でフレンスブルク行きとキール中央駅行きに分割されます。結構ドイツにはこのように前方車両と後方車両で行き先が違うという編成があるので注意が必要です。この日ハンブルク中央駅の列車案内の画面が激しくバグっていまして、列車本体に書かれてある文字で確認いたしました。実は発車予定のプラットフォームの番号も激しく変わっていました。こういうことが割と頻繁に起こりますので、鉄道旅行の際はお乗り間違いのないようにどうぞお気をつけくださいませ。列車がハンブルク中央駅を出発いたしますと、車掌さんからアナウンスがありました。アナウンスはモインモインリーベファーゲステから始まり、周囲の乗客たちもそれにこうしてモインモインと言っていました。このモインモインって聞くと北部に来たわと思い、いつもテンションが上がります。ハンブルク中央駅からさらに北へ向かうレギオナルエクスプレスは、実は今回僕の人生初乗車でございまして、初めて見る車窓風景に興奮しながら約2時間の列車の旅を満喫いたしました。そうそう、このハンブルク中央駅とフレンスブルク駅の間の区間なのですが、片道乗車券まさかの30ユーロ超えでございます。見た瞬間にこんなに高いのかとびっくりしてしまいました。ありがたやノイオイゴティケット。ちなみにノイオイゴティケットが終了後、エガール防品ティケットをお持ちの方の場合、今回僕が行っている旅程の場合はフレンスブルク駅までの区間を組み込むことが可能です。
Vor drei Minuten sind wir schon runter. Der Bett ist frei.
ブルク駅に到着しました。ハンブルク中央駅からは2時間途中意識が飛んでしまい爆睡およびうとうとしていた瞬間がありましたが、車窓風景は結構楽しめたかと思います。ところでフレンスブルクはミュンヘンから直線距離で約958キロ離れているようです。今回は超特急列車ICAとレギオナルエクスプレスを利用いたしましたが、1日で本当に大移動しましたね。到着後早速フレンスブルクのホテルを探したのですが、お値段がとんでもないことになっているようでした。おドイツでホテルの値段がおかしい時は何かがある時です。一体何があるのでしょうか。結局別の街にホテルを予約いたしましたので、フレンスブルクの街の観光の後はさらに移動いたします。